はい、じゃあ次行きましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は SLC の AO では、いわゆるその論理、ロジカル的にこう正しい妥当性があるっていうのと、もう一つは情熱、なんかすごいパッションを感じるっていうのと、どっちが大事かってお話をちょっとしようと思います。よろしくお願いします。結論から言うと、論理は論理で大事なんですよ。で、うちで例えばご相談いただく方で、その論理の部分ができてない方って実は相当いるので、だから論理の部分ができてない人に関して、論理の部分をどういうふうにやろうかっていうことを考えていくっていうのはすごく大事で、それは非常にやっぱり気をつけてやってほしいなっていうふうに思うんですよね。それが結局できないと、なかなかうまくいかないから、ちょっとそこの部分に関してはやっぱりやってほしいなっていうふうに思います。それがうまくできないとなかなか難しいだろうなっていうふうには思うので、ちょっとそこはね、改めて考えてほしいなってのは思うんですけれども、論理の部分をどうするかっていうところがまず一つで、もう一つはこういわゆる情熱ですよね。で、パッションがあるかどうかっていうところを、しっかり見ていくっていうふうなところがあって、そのパッションっていうところに関して言うと、これ論理の話って結構我々指導できるんですよ。こういうふうにやったら論理的ですよとか、論証の方法って代表的なもの5つぐらいしかないですから、機能法、塩基法、配位法、なぞなぞ分析みたいな形でね、大体パターン決まってるので、割とこうそれが正しい正しくない、論理的に飛躍してるしてないっていうのはすごく言いやすいんですけれども、ただこうそうじゃないものを考えていくっていうのはやっぱ難しいですよね、っていうふうなところがあって、そこをこうどういうふうにやっていくのかっていうのは、やっぱりすごく考えていかなきゃいけないと思うんですよ。それができるかどうかっていうところがすごい大事だと思うから。で、あとはそうだな、これもなかなか難しいけれども、そういう論理の部分をちゃんとやっていきましょうっていう話は、全然うちで頼りに行ったら、情熱の部分ってやっぱり難しいですよね。こうその人が持ってる情熱っていうのをどういうふうにアピールするのか、結構選挙の話とかに近いんですけど、選挙だとやっぱり一番大事なのって何かって言ったら、選挙において、やっぱこうその人が退路を断ってる感じはするってことですよ。そのどっかの会社を休職中ってことは、選挙で落ちたら復帰できちゃうわけですよ。それってやっぱり覚悟ないよなっていうふうに思われますよね。その後に入れようって思わないですよね。逆に辞めてチャレンジするんだっていう話であれば、その人は覚悟あるんだなっていうふうに思われますよね。っていうふうなところがあって、なんかそういうその一つ一つの行動がやっぱり情熱をね、やっぱりこう見る材料になる。で、これ本当に難しいのが、日本の AO 入試、大学入試っていうのは、受験生に得てしてそういう覚悟を求めがちですよね。だからもう SLC しか受けないでほしいみたいな。確実に SLC 受からせてくれるかどうか分かんない。倍率だってすごい高いわけだから、それはやっぱりすごい非対称だなと思ってて、私は受験生はだからそうじゃなくて、他のところもちゃんと受けてやった方がいいよっていうふうな話はしてるんですけれども、なんかそういうところで非常にこう非対称な部分があるなっていうのは常々思っていて、そういうところをまたいろいろとこう考えていかなきゃいけないところはすごくあるなっていうふうには思ってるんですよね。だから、そういうところでどういう形でやっていくのかっていうふうなところを、改めて考えていかなきゃいけないんだけども、こう退路を断ってますっていうのは、その情熱を示すための一つの材料になりますよね。あとやっぱり今までのこう活動量とか、こんだけやってきたったら、それは量が多ければいいってもんじゃないんだけど、クオリティの部分もちゃんと、だから量をある程度こなして、考えながら量をこなしたら質につながるので、考えずに量をこなしたら質につながらないですよ。考えながら量をこなしたら質につながるから、そういうところをしっかりやっていくとか、それはすごい大事なことで、ぜひやってみたらいいんじゃないかなというふうには思います。